皆さん素敵な体操座りですね。よくお話聞けましたね。さすがです。はい、9月生まれのお友達おめでとうございます。はい、じゃあ5月ってどういう月だか、夏かな、梅雨かな、春かな。5月ってね、一応ね春なんだけど、いろんな季節の間の時だと思いませんか。5月のことを初夏とも言います。初夏ってわかる？わかんない。夏の始まりの意味です。もう夏が始まりますよ。そういえばさ、このところ暑くなってきません？暑いよね。春よりも4月よりも暑くなってきましたよね。それからもうすぐお友達から出たけど、梅雨が始まります。梅雨ってどういう季節かわかります？雨がいっぱい降る季節だね。今日なんかも少しジメッとしているよね。春の終わり、夏の初め、梅雨の前、ちょうど間の季節です。でもね、すごく一番一年の中で爽やかな季節だと思いませんか。風が素敵だと思いませんか。お外見てごらん。こっちのお外、年長さんの方のお窓、緑が見えますか。ねえ、4月のお誕生会の時には葉っぱが出たばっかりで、すごく薄い緑だったのが、すごく今度は濃い緑になってきましたよね。緑も力強くたくましくなってきたような気がしませんか。そうですよね。お庭の緑もそうですよね。お庭の方見てください。緑がたくましくなってきました。皆さんも4月に比べてどうですか。年少さんだいぶ慣れてきたよね。年中さん、年長さんから見てもね、ね、大きくなってきたよね。そういう成長の季節でもあります。だけどね、気をつけなきゃいけないことがあるんです。なんだと思う？ん？急に暑くなってくると、そう、ピンポーン、熱中症っていうのにかかりやすくなります。熱中症ってわかる？気温がね、暑くなっちゃうと体がついていかなくて、バターンって倒れたりしちゃうんだよ。遊ぶのに夢中になってたりすると、体の中のお水が汗って出ちゃうよね。そうすると体の中にお水が足りなくなっちゃうよね。人間は体の中にお水がなくなっちゃうと具合が悪くなっちゃうんです。だから遊んでる途中でも汗をかいたら、またね、汗かかなくてもね、お水を飲んでください。お部屋の中には麦茶があるよね。麦茶の中にも体の中に栄養のあるものがたくさん入ってます。そういうものを飲んでください。はい、そして熱中症気をつけてくださいね。これから夏にかけて熱中症が増えてきます。そして熱中症に負けない強い力を作るのはお水だけじゃないね。ピンポン、さすが年長さんだね。早寝、早起き、朝ごはん。昨日の夜早く寝た人、今朝早く起きられた人、朝ごはんしっかり食べてきた人、はい、偉いですね。今日ちょっとできなかったお友達もね、今日の夜はちょっと早く寝てみましょう。で、朝ごはんは明日しっかり食べてください。で、これから来る夏に向かって、夏の暑さに負けない元気な体を作ってください。